こんばんは、日常演舞です。本日はブルボンのお菓子3種とこちらの伊藤製菓ガレットブルドンヌを食べてるんですが、このブルドンヌ前に一回食べたことあって、その時も撮影したんですけど、マイクの設定ミスって音量がうまく声がうまく取れてなかったので、今回改めて食べてレビューしていきたいと思います。まずはその前にブルボンのお菓子、こちらのショコラフというものから食べていきたいと思います。なんだか軽ついたな感じる名前ですね。中はこのような個包装のチョコレートクッキーが入っててます。では早速中身を見てみると、ああ割れちゃってるけど、おかげで断面を見るために折る手間が省けました。ではどんなチョコレート味がするのか、いただきます。うわっ、サクサクという音とともにふわっと広がるチョコの味はいいんだけど、何なんだろうなこれ。思ってたと違う。2つ目に食べるの方がチョコは美味しいけど、これやらかしだやっちゃったこれ。いろいろ考えないとだろう一回ちょんぼでダメにしたお菓子のリベンジ。やっぱり味わかってるけど安心できる美味しさだ。そして最後もまたやらかした。もっといろいろ考えてやらないとダメだな。ちょっとなんであんな食い方してるんだよっていうのが今映ってます。それはこの後しっかり説明いたしますので、どうかご了承ください。ごちそうさまでした。最初に食べたショコラセーンは結構こうチョコレートがほろ苦くて、口の中でバッと大人の味わいと香りを広げてくれるんです。チョコチップの音書いてあるじゃないですか。チョコチップは食感も、損失期間もそこまで感じなかったです。チョコレート味として美味しくはあるのですが、チップを捨てる割にはもう一つ目立ってないかなという気がしました。その次に食べた後のラングローヌショコラ、外側の、ね、にかかっているチョコレートコーティングの甘めな味、中に包まれているラングド社のバターでブワッと広がる香りがとても良かったです。ただ、やはり今の時期、チョコレートお菓子は、なるべく早く食べた方が良かったですね。溶けて食べづらさが、まあ、これは自分が悪いんですけど。続いて、あちらのガレットブルドン、分厚いクッキーを噛むと、ブワッと広がってくるバターの旨味が、ただのクッキーやビスケットとは一線をなす美味しさを出して、ザクッという心地よい音とともに、口の中でふわっと広がってくるバターの香り、あなたがバター好きならぜひ食べてほしいです。最後に食べたシルベーのオペラも、やはり今の時期にチョコレートはきつかったのが、手で持つとベタッとくっついてしまう。味わいは少し苦めで、ほろ苦いチョコレートがお好きならしっとりとした生地との相性バッチリなのでぜひ食べてほしいです。ただし今の時期は買ってからすぐ。というわけで本日はこちらのラングロールショコラとガレットブルドンヌはどちらも中のバターがラスクと旨味がとても美味しくて口の中でふわっと感じられなさので代表として5点とさせていただきます。それでは小なのでガラス夜けりこの夏の日、いや最後文字多いし夏は蝶の季節ではない気もしますが、虫には気をつけましょう。というわけで本日はブルボンのチョコレートお菓子3品とブルドンヌというお菓子を食べている動画でしたが、あなたは何か気になったものありますか？もしあったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。演舞終演。